この9勝目の3アウト来るまでに長く時間かかりましてね、ちょっと待たされましたけれども、ヒーローインタビューまで待たされたんですね、放送席ようやく場内のスピーカーにも出るようになりました。それではヒーローインタビューをお聞きいただきましょう。今夜のヒーロー、まずは9勝目をマークしました牧田和久投手です。今日は序盤3回パーフェクト、素晴らしい立ち上がりでした。そうですね、まあ、その最近ちょっと自分のピッチングができてないですし、ちょっともう初回から飛ばしていこうということで、はい、行きました。そして三振の数もイニング数を上回る8つ、球の切れいかがでしたか。そうですね、まっすぐがもう調子良かったので、とりあえずまっすぐでもう押していこうということで、はい、三振は特に気にしてなかったです。牧田さん、大宮での先発ということになりますと久々ですか。そうですね、社会人時代に慣れ親しんだ場所なので、はい、今日は良かったです。社会人時代からかなりこのマウンド相性良かったみたいですね。そうですね、非常に自分は投げやすいマウンドなので良かったかなと思います。さあ牧田さん、これで9勝目、次は2桁をかけてのマウンドになります。意気込み貸してください。そうですね、自分の勝利よりかはもうチームの勝利に貢献するために投げるだけなので、まあ、なんとか自分の力でチームに勝ちが来ればいいかなと思います。9勝目をマークしました牧田投手にお話を伺いました。ありがとうございました。まあ、社会人時代からの相性の話も出ました。そして何と言っても続きましては打のヒーローにお話を伺います。チームで貢献という声が出ました。プロ入り2本目のホームランが出ました大崎選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございました。まずは大崎さん、そのホームランの前の4回小久保先輩のミットを弾くタイムリーがありました。そうですね、タイムリーがなかなか出なくて、個人的にずっと苦しんでたんですけど、結果的にタイムリーになってよかったです。そして6回には2年ぶりの一発、逆風は関係なかったですね。まあ、そう思いたいんですけど、うまく、回転がかかって、伸びてくれました。久々のダイヤモンド1周はいかがでしたか。そうですね、何も考える暇なく終わってしまいました。さてシーズンも残り40試合切ってきました。ますますね、この大崎選手の勝負強さ、ライオンズファン期待しています。メッセージください。そうですね、栗山さんが離脱して、僕だけでなくみんな一人一人の力で、日替わりヒーローとして、チームを勝ちに結びつけていきたいと思います。そして何よりファンの皆様の声援が必要です。よろしくお願いします。大崎裕太郎選手でした。自分だけではなくて日替わりヒーローとしてというチームの一体感を訴えました。大崎投打のヒーローのインタビューをお聞きいただきました。なんとも頼もしい姿に2人が見えますね。そうですね、まあ、牧田投手も本当にこうミニキャンプして苦しんできた姿が今日見えましたし、はい、大崎も苦しい時期ありました。大崎選手のね、あの人間的なこう成長っていうんでしょうかね、あのすごくこう人のことを気遣いもできてきてますしね、はい、素晴らしいこう人間性に成長していってますよね。そうですね、そこを持ってきてプロフェッショナルの技術を披露できると、はい、いやなかなかいいですね。ちょっとも言えないです。ちょっとヒーローインタビューでは緊張した感じがありましたが、白い歯がこぼれてね、そうですね、いい笑顔になりましたね。